私の名前は神田間。今日からこの学校の教師になる先生だ。ヤンクミに憧れて昔から極戦を見てるからシミュレーションは完璧。私はもはや2代目ヤンクミ。そう、ヤンダマだ。私が呼ばれたからには荒れているクラスの構成に違いない。絶対荒れてる。絶対ヤンキーとかいる。それでも私の可愛い生徒たち、一緒に熱い汗と心の涙を流すんだから。ここが私の戦場か。ファイトー。お、お前ら今まで好き勝手やってきただろうが、私が来たからにはそうはいかないよ。今日からこのクラスの担任になる私が。ヤンダマだ。何ですか、いきなり。え、あ、いや、ほら、ここって学校一荒れてるクラスじゃないの？いえ、特進コースです。特進？え、ほら、隣の学校とさ、ほら、構造とかあるわけないじゃないですか。今、令和ですよ。令和？あ、令和だもんね。あれ、思ってたのと違う。てか先生、今時赤ジャージってやばくないですか？え、あ、そう。てか、その格好にヤンダマってドラマの見過ぎじゃないですか。先生、早く授業をしてくれませんか。僕らもそんなに暇じゃないんで。はい。先生、得意教科は何ですか。通学と体育。得意なスポーツは。球技全部。質問です。はい。あの、 Children will play for hours if you let them play。 あれ、これどういう意味なんですか。パドゥ。先生も時代に合わせて変わっていかないとダメですよ。そうね。いや、思ってたのと違う。このスタイルに憧れてこれしか考えてなかったのに、そんなすぐに変われなんて。でも変わっていかないといけないのは分かってる。分かってるけど、一体どうすればいいの？先生、そんな時にぴったりのものがあるよ。え？シーラックスだよ、先生。シーラックス？はい、カット。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。みんな気をつけてね。先生、さよなら。さよなら。まっすぐ帰るんだよ。はーい。パロディです。分かってるよ。今までで一番パロディじゃねえかよ。すごい、制服みんな揃ってて用意されてたよ。メガネは持ってきたけどさ。なんかちょっとごめんなさいね。もっとギャグ感出るかなと思ったら思ったより似合っちゃって。ハマっちゃってんだよ。意外といけんじゃねえか。いや、ほら先生、言ってたじゃないですか、思ってたのと違うって。うん、そんな思ってたのと違う人生を変えるために素晴らしいものを私持ってきたんですよ。何だと思います？シーライクス。あれ、なんで知ってるんですか？シーライクスだよ、先生って異性に言われたよ。台本と違う内容で言われて。いや、でも真面目な話、まあちょっとこのね、今回のまあいろいろあって自分変えたいし勉強したいけどどうしたらいいかわからない人って結構いると思うんですよ。うん、じゃあシーライクスって一体何なんだと。まあ自分らしく働きたいと思ったり自分の好きを見つけたと思ってもどうしたらいいかわからない、そんな人が通う
というか勉強をするためのクリエイティブスクールなんです。まあ、簡単に言うと学校です、うん、がシーライクスなんです。オンライン学校みたいな感じですね、うん、ということでこれからシーライクスが何たるかというための授業をしようと思います。はい、今度生徒会に座ってください。え、でも先生終わりです。もう制服着るってこと？着ないです。制服は本当にきついんで大丈夫です。先生、はい、なんかいいっすね、急に生徒が出て、うん、なんか久々で楽しい。さあこちら CX さんなんですけど、はい、あのウェブデザインやウェブマーケティングなど全20コースという幅広いコースから受け放題、学び放題っていうのが特徴でございます。え、一つのプランじゃなくていいんですか？そうなんです。なんであの自分の好きなものを見つけて受講することができる上、まあ、転職とか副業でも活かせるスキルを習得できるっていうのが CX です。オンラインで、いやそこね、やっぱね今のご時世必須なんですよ。ああいいね、今時だ。ただあのまあこれみんな経験あると思うんですけど、例えば資格取るとかいろいろあるじゃないですか。一人でやると心折れません？わかる。サボっちゃう。そう、うん、っていうのがあるじゃないかということで、うん、CX さんの方では月1のグループコーチングで目標シェアをすることでモチベーションを高く受講することができるようにしているらしくてですね、自分らしい働き方を見つけるきっかけにもなるみたいと。いいですね、心強いでございます。で、あの、まあ、先ほど全20コースって言ったんですけど、はい、受けられるコースの幅が広くて、うん、まあ、まず動画制作コース、広報 PR コース、ブランディングコース、SNS 活用コース、デザインコース、イラストレーターコースなど本当に幅広いコースがあります、うん、でしかも今回中でも大人気のウェブマーケティング、ウェブデザインライティングのレッスンを無料で体験することができます。誰でも？誰でも無料で？ Yes! Everybody! せよすごくない？いやこれ、俺普通にウェブマーケティングとか勉強したいですもん。すごい、だってそれをさ、本業ある人もこれオンラインだからさ、隙間時間で勉強して副業のためのスキルにもなる可能性も秘めてるわけでしょ。いや本当にそうなんですね、うん、ちょっと暗い話になっちゃうかもしれないですけど、終身雇用とかも、うん、もうないよ、ないもん思った方がいいよ、ね、だからスキル大事よね。特にこう30を迎えてからっていきなり勉強力湧いてきません？湧いてくる。そうから20代の方とか今のうちからそういうスキル身につけるのを積極的にやった方がいいよ、マジで。10代の頃長年みんなこうやって机に座ってた意味それだから、この習慣はずっと続けた方がいいよ。なんか先生興味あるのあります？ UI UX デザインコースと、イラストレーターとのね、アドビのイラストレーターをの基本操作を学ぶって書いてあるんだけど、マジこれいられ使えるようになると本当に仕事の幅広がるからいいと思う。SNS 活用コースも知りたいね、どんなことを教えてくれるのかっていう。すごい、てかこの在宅で何できるお仕事のスキルが身につく感じいいね。この分かります、言わんとしてる。なんか本当に時代が変わったなと、ええ、もしております。なんかあれですね、先生時代遅れで何かを変えたいやんたまにもぴったりですね。私と一緒に心の汗を流そうじゃないか。言いたかった、これ言うためでしょ、これ言うためでしょ、絶対これ言うためだけ。今回演者さんも用意して、ロケ地も用意して、この大掛かりなんです。このためこのセリフを言いたいがためにありがとうございます、お付き合いくださった皆様ありがとうございます。というわけで皆さん、この C ライクスではですね、全20種類のコースから好きなのをね選んでスキルが身につくということなので、ぜひこの無料体験ができる機会もお見逃しなくご活用いただいて、ぜひ一人でも多くの方にチャレンジしてみてほしいなと思います。無料体験レッスンの申し込みはですね、動画の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらからご覧ください。以上、ヤンダマでした。